スポルティングロケレンは、ベルギーのオーストフランデレン州、ロケレンを本拠地としていたサッカークラブである。最終年の2019から20シーズンは、ベルギーファーストディビジョン B に所属していた。正式名称は、KSC ロケレンオーストフランデレン。1923年、レーシングクラブロコランとして創設した。1951年には、 コニンクリーキーレーシングクラブロコランという名称に変更。その後、クラブは財政難に陥り1970年に町にあった他のクラブを吸収してコニンクリーキースタンダード FC ロコランとなった。2000年にケイシント・ニックレス SKE とコニンクリーキースポーティングクラブロコランが合併し2003年に KSC、ロコランオスとブランドランと名を変えた。2015年4月30日には、所属選手のグレゴリー・メルテンスが試合中に突然、心臓発作で倒れ、その3日後に亡くなっている。2019年に23年ぶりに二部降格後、深刻な財政難に陥り、クラブが抱える、負債額は500万ユーロとされている。 選手やスタッフへの給与も見払いが続き2020年4月20日に破産宣告した。2日後、4部の KSV 手セに吸収される形で合併し、KSC ロケレン手セとして再スタートすることになった。なし、ありがとうございます。